はい、おはようございます。今日は土曜日、土曜日のね朝ということで、皆さん休みの方多いとかな、まだ寝てるかな。はい、ごまちゃん、ね、結構ごまちゃんも出てくるんだけどね、はい、まあ、あーちゃんがね今そこなんだけどね、ポンさんがトイレ掃除とか、ここにしてたら普通にその上にビビランといてるからね、不思議な子です。触ろうとは逃げないけどね、うん、はい、みっちゃんかな、ね、なっちゃん、はい、まりんちゃん、ちゃちゃくん、内心かな、お前、はい、これ誰、これ、くりちゃんね、怒るね、まだ、まあ、この子がでね、まあ餌とか食べてる思うんやけどね、大丈夫や、あ、セーフにね、これまたトドちゃんがどうかな、あ、こういうのもね、トドちゃん何怒ってんの、ほら、はい、おもちゃん、あ、ララちゃんかな、おもちゃんかな、おもちゃんね、これで、ブルーちゃん、これはファイトだよね。これで今日ね、キッキちゃんここに出してますんでね、昨日からここにいてます。まあ昨日からそこにずっといてんやけどね、この辺におった思ったらそっちにいて、まあちゃんとご飯食べてるかちょっと心配やねんけど、まあ何日かしてね、また一旦戻しますんでね、ちょっとキッキちゃん出してます。はい、むーちゃん、むーちゃん最近元気出てきてるかもしれないけど、薬やるとき噛もうとしようとか ね、ちょっと元気出てきたかな。まだ風邪かお前ねえ、長い抗生物質飲んでんやけどね、長いことなかなか弱い子ですね、ここは。はい、みんな、みなこもまあ出たりこの上で寝たりはしてるから大丈夫だと思います。むいちゃんちょっと色々と、はい、まあちょっと目がね、今度左目が、あ、こっちから向こうから見た右目かな、涙出てるね、なんやろうね、この前まではねこっちから見て右目やったけど、今回左目出てるね、涙ね、風邪か、ちょっとだけ風邪ひいてんかな、鼻がちょっとついてるね。また薬やらなかったかな。はい。キーボード。はるちゃん、大丈夫？鼻出てるよ。弱いね、ここの子はほんま弱いですね。まあ、ここの子で、シャムエリアの子ね。あの子ら、いや、ほんまに弱いです。シャーク出てきてました。はい、サビちゃん、サビちゃん、そんなことないよ、おい、おい、はい、ミヨちゃん、レイちゃん、最近そこだもんね、あ、今回スジちゃん、アメちゃんに、マイルちゃん、マロンちゃんね、ママにロシアンちゃん、まあ昨日ね動画いろいろ出してんけど、まだもっと、まあ、撮っとったんですよ、ロシアンちゃんのね撫でてるシーンとかね、まあ、最後にはえら怒り出しの多いですね、あまり撫でが嫌いみたいに、だから掘られたかもわからないけどね、はい、ララちゃん、さっきのももちゃんやな、はい、シャーコちゃんおいで、おい、おい、シャーコちゃん何してんの、うん、そんなことあんか、今日は逃げんかったな、なあ、シャーコちゃん逃げんかったね、今日は、はい、ちょびっちゃん、サブコロちゃんがどっかにおるいうことやね、これ
ハブゴロガちゃんがどっかでおるということで、ホボちゃんね、昨日ね取材させてもらったホボちゃん、サブコロちゃんがどっかおるね、シャークの声がね、シャーク、シャーク、あ、ルルちゃん、これはルルちゃん、サブコロちゃんどっかいてますもんね、出てますね、今日はシャークちゃん、シャークちゃん、だいぶようになってね、ええ顔になってきた、トドちゃん、ええ顔せんな、もっとほら、トドちゃん、はい、ももちゃん、これかな、これマイルちゃんかな、トドちゃん、どっか行ってますね、まあ、昨日のね、それで物件ちょっとやっぱりね、値段がね、合わなかった、もうちょっと待とう思ってね、まあ、昨日も言うたように駐車場が古い形のね、幅の狭い径しか入らんのと、これトイレがね、1階に2つあるんですよ、もともと外国人の方の寮に なってたから、まあ、そういうのでね、ちょっとあの物件売れんやろうなので、まあ近くでね、同じちょっと80万ぐらい高いねので、リフォーム完全にしてるやつがあるんやけど、まあそっちは車止めれてやからね、もうちょっと昨日見せた物件は安なるかなと思ってるんですよね。まあ、だからもうちょっと待ちますね。まあ、こんな縁の問題がね、もう、あかんかったらまたちゃ、縁の探しますからね。うん、まあ、こんな感じで。兄ちゃん、何してんの？まだちょっと席がね。おい、はるちゃん。はるちゃん、見え、ここからじゃ見えない。おるかな、はるかな。はるちゃん上かな、これかな。まああれかもね。ちょっと待って。あれ。見えた。まあ後で確認します。サブコロちゃんがどっか行ってんね、わからへんけど、まあ伸ばしてみるからちょっと見にくいんやけどね、はい、ヒーローちゃん、はい、まあヒーローちゃんもね、新しいとこ行ったらね、出したりできるんでね、またヒーローちゃんの動いてるシーンもまた撮ります、はい、ヒーローちゃん、まあ、サボコロちゃんどこ行っとんね。まあ、こんな感じで。あと何かあったかな。あ、それで、まあ、また今日は、同窓会の打ち合わせということで、また、夜出ていかなあかんから、昼間にまたね、動画、いろいろ撮ったり、ちょっと、ね、伸ばしていくためにちょっと、本数は多くなるかもしれないけど、ちょっと皆さんね、えらい上がってくるやん思うけどね、ちょっとその辺だけね、ご理解お願いします、まあ、そんな感じでね、今日一日ね、どっか行きはる人いてると思うんやけどね、ポンさん仕事やから、また動画また撮らせてもらいます、はい、以上です、ありがとうございます。